東京オリンピック・パラリンピックの東京都以外での開催費と聖火リレーの経費を確保するため、オリンピック共産宝くじを追加発行することが決まりました。東京都によりますと、昨年度から発売されている東京2020大会共産くじの収益から126億円を大会経費に充てることが決まっていて、追加分を合わせると350億円が確保されます。 このうち10億円はすでに東京都に配分済みで、残り40億円を各地で開催する聖火リレーの費用に、300億円を都外の会場運営費に振り分ける方針です。開催費用の負担をめぐっては都外の自治体が負担に反発し、小池知事が財源に宝くじを活用したい意向を表明していました。